もう絶対当てますよ。撮影が来ましたね、撮影。撮影、マネさんいいんですか、いいんですか、ありったけ、ありったけらしいです。いいんですか、ボケデーさん。いいくらいです。じゃあ、ダイエさんもあと2回目来てもらいましょう。そうですね、2回目も、ありがとうございました。ダイエさん、500円入りました。ありがとうございます。皆さん、あんまり失礼叩かないであげてくださいね。彼、ちょっとね、気持ちよくなってますから、叩かれて。マコなんで。叩かないように。叩くと喜びますから。2対で、金太郎さん対、ウソッキさん。本物さん対、いや、いい勝負でしたね。さあ、2兄弟、3兄弟でやりますか。じゃあ、ここは、次、金太郎さんを、第2兄弟で見ていきましょう。相当ピュアってすごいですよね、今ね。いや、今、熱かったですね。中央スクラッチの時は、やばい、もう削られる、お互いってなってみたいな。そうと思いましたね。いやー、でもそこで揃ってましたね、さすがでした。いや、素晴らしいですね。いや、水島さんも強かったな。そうですね。一回見せたんだよね。そうですね。アタックでいつもね。あと、EX がね、たまに出なかったんです、何回もね。あれが戻ってなかった。でも、キャバリストライパンとかね、かなりね、熱いコーナーだったんですよ。さあ、それでは始めてください。一回戦、大吉ですね。どうぞ。Fighters ready. Engage. Yes, yeah.
We await your return, warrior.
玄対陽平、第1兄弟にバナオ対ブタマン、第3兄弟にカエル対ポップ焼きですね。お願いします。誘導してください。さあ国対黒人、そう待ってくださいね。さあこれでベスト8が出そろう感じですかね。さあ昨日深夜までうちでこの2人がラトリーデルについて語り続けて、黒人を殺して恨みを晴らしたいと言ってました。国勝つことができるか、それでは始めてください。 Welcome to the world. ありがとうございました。あなたやっぱり国に負けましたね。